鬼舞辻無惨のパワハラジオ。皆さんこんばんは、鬼舞辻無惨です。ということで今週も始まりましたパワハラジオ。この番組では皆さんからいただいたお便りをパワハラしていくといった内容でお送りしていきます。さて、前回のパワハラジオでこんなコメントが多く寄せられていました。ドアのとこにいるの誰？ドアの外に誰かいる。多くの皆さんが炭治郎と答えていらっしゃったようですが、あれはお前たちの大好きなサイコロステーキ先輩だ。誰一人として伝わっていなかったことに私はひどく落胆している。ここ数ヶ月余り、私のツイッターのフォロワー数は顔ぶれが変わらない。私の意図を汲んでくれるのも常に上限のリスナーだ。そんなお前たちにもう一度チャンスをやろう。さあ、ドアの向こうのシルエットの正体は誰だ？言ってみろ。とまあ、一昔前のポケモンのアイキャッチみたいなノリをやってのけたところで、早速お便り読んでいきましょう。ラジオネームピンチョータン二郎さんからのお便りです。無惨さん、こんにちりんとう。こんにちりんとう。4月になって中学生になりました。学校が始まって1週間が経ちましたが、未だに友達が作れていません。話しかけようと思っても勇気が出なくて自分が情けないです。小学校の頃、唯一仲の良かった友達も他の学校に行ってしまい、このままぼっちになってしまうんじゃないかと心配です。どうしたら友達を作ることができますか？とのこと。黙れ。お前のような臆病者に友達などできるものか。そうやっていつまでもうじうじしてろ。お前は周りから気持ち悪がられ、この先の人生も孤独に苦しめられながら生きていくことになるだろう。どうしたら友達が作れるか。だと。友達は作るもんじゃない。自然になるものだ。無理をして話しかけて友達ごっこをしても自分の首を絞めるだけだ。胸に手を当てて思い返してみろ。小学校の頃、お前とその友達はどうやって仲良くなった？話しかけるのに努力をしたか？友達になってくれと頼んだか？きっとそうじゃないはずだ。気づいたらいつも隣にいて知らぬ間に仲良くなっている。それが友達というものであり、そうやってできた友達は生涯深い関係で居続けられるだろう。そういう友達は自然に波長が合うものだ。無理に作ろうとしなくていい。以上だ。では次のお便り。無惨さん、こんにちりんとう。こんにちりんとう。いつも親子で楽しくパワハラしてもらってます。最近では5歳になる息子が、僕も大人になったら無惨さんみたいな立派なパワハリストになる、パワハラでこの世のすべてを手に入れるんだと息巻いています。しかしそんな息子が近頃私の言うことを聞いてくれません。それどころか理不尽な理由で私を咎めたり、時には暴力を振るったりすることだってあります。反抗期にしては早いような気がしますし、思い当たる節もなく、なぜこうなってしまったのか私には皆目見当もつきません。一体どうしたらよいのでしょう。とのこと。辞書でパワハラを引いてから出直してこい。以上だ。では次のコーナー。目には目を、復讐にはパワハラを、恨みハラスメント。このコーナーでは不平不満を抱えたリスナーの悩みに対し、その悩みをパワハラでもって晴らしていこうというコーナーです。それでは早速読んでいきましょう。ラジオネーム墨の力さんの不満です。ムザリン、こんにちりんとう。こんにちりんと。最近上司の口臭がきつくて困っています。その範囲はおおよそ半径50メートルとかなりの守備範囲で、仕事もろくに手につきません。会社の業績が下がっているのもそれが原因のようにも思います。その口臭が社内のインフラを乱していることを何とか伝えてやりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。どうか助けてください。とのこと。定期的に救急車で運ばれろ。以上だ。次のお便り。ラジオネームかまど炭治郎さんからの不満です。鬼舞辻無惨、俺はお前を逃がさない。どこへ行こうと絶対に、地獄の果てまで追いかけて必ずお前の首に刃を振る。絶対にお前を許さない。
といったところでお時間が来てしまったようなので、今夜はこの辺でお別れしましょう。お相手はムザリンがお送りいたしました。それでは、良きパワハライフを。